ちょっと、ねえ、なんで他の女子と会話してるわけ。会社で他の女と話すなって言ってたよね。私も会議が長引いたから来るの遅くなっちゃったけど、いないのいいことに楽しそうにニヤニヤしちゃって。よくもまあ、私がいるのにそんなにヘラヘラしてられるわね。まあ、 そのあたりも含めて全部後でゆっくりお話聞くからね <noise> じゃお邪魔するわよまずは ななんで言いつけを守ららかかかったのか聞かせてもらうわ。ほら早く早く話しなさいよ上司に渡すように頼まれたものを届けただけそれが本当でも約束を破って話したことは事実でしょう。私以外の女と話したのを見て私すっごく怒ってるのよ あんまり私を怒らせないでよねあなたに迷惑をかけないように私たししてるのよならあなたもそれに答えるべきよねじゃお仕置き始めていくわよ苦しいそうよね苦しいよね でもあなたが悪いのよだからあなたには苦しむ義務があるの。<laughs> もう暴れないで。力加減間違えたらあなたの首の骨、折っちゃうかもだから。あ,あもう必死に生きしようとしてむせてるのかわいい。 でもまだやめてあげないあなたが悪いのよあたしも楽しくなってきちゃったほらグリグリ踏みつけられるの気持ちいい気持ちいいよね気持ちいいやめなさいちょっと なんで抵抗してんの抵抗なんかしていいと思ってるわけあなたには苦しむ義務があるって言ったわよねほら抵抗しない誰の許可をもらって抵抗してるのこのダメ ねえ、自分が今どんな顔しているかわかる私に首を絞められて踏まれて叩かれて普通の人なら間違いなく嫌がることのはずなのにどうしてあなたはそんなにうれしそうなの本当に救いようのないダメ犬ねあなた。 そんなことない嫌だからやめてくれ。いいわ。そんなに言うならやめてあげる。そうよね。普通はこんなことされたら嫌だもんね。どうしたのそんなに物欲しそうな顔をして。ああ。 自分じゃわかんないよね写真、撮ってあげる <laughs> ほらよく見てみなさい殴ったり蹴られたりした後なのになんであなたの残念そうな顔が写ってるのかしらどう見てもやめてほしいって言ってた人の顔ではないわよね いい加減正直になりなさい。本当はもっとしてほしいんでしょ気づいてないわよね。私がお仕置きするたんびにあなたがなさけない顔して喜んでるの。いえ本当は気づいてるのかしら。こんななさけないダメ犬な姿見たらあの女もどう思うのかしらね。 愛想つかしちゃうかもうん。あの女だけじゃなくみんなあなたから離れていっちゃうわそれはさすがにあなたも嫌よね、うんうん、うん。なら素直になった方がいいと思うわよどうしようもないド M でごめんなさいいっぱいいじめてくださいって言えるわよね ほら言いなさいよ <laughs> あははははこんなにあっさり言うなんてやっぱりド M のため犬じゃないあなたにはプライドとかないのかしら <laughs> そんなのあるはずもなかったわねまあそれも仕方ないけど今までのお仕置きであなたの心はもうとっくに私に服従しちゃってるもんね <laughs> 口では嫌がっておきながら体はもっといじめてって喜んでる <laughs> まだ信じられないの理解も遅いとか。 本当に救えない。バカでぐズで鈍感なダケンでもあたしがちゃんとかってあげるじっくりおしえこめばいったいだれが忠誠をちかうべきごしゅじんさまなのかダケンでもよくわかるはずだものねほらすわってないで。 こっちに来なさいお仕置きついでに誰に買われてるのかよーく教えてあげるわねまずはこれを使っていくわ <laughs> 見てわからないろうそくよこれを今からあなたに垂らしていくわね ああもう悲鳴なんてあげないの。私があなたのためにしつけをしてあげてるんだからありがとうございますって感謝するところでしょ。<laughs> 体をジタバタさせてのたうち回ってる。ほら。まだまだいくわよ。ほら。ほら。 あら気絶しちゃったのまだしつけは始まったばかりなのにまあいいわまだまだ時間はあるんだし私以外の女なんかに目も向けなくなるぐらい純情なペットになるまでしっかり教え込まなくっちゃね。 あなたが言うことを聞くいい子になった。その後は私がお世話してあげるからね。これからもずっとよろしくね。私だけのダメ犬ちゃん。見てくれてありがとう。高評価チャンネル登録よろしくね。twitter でリクエスト受付中です。